はい、今回トヨタ新型、ボクシー新型ノアで、ホンダ新型ステップワゴンで、あとは日産新型セーナの最新の納期が判明したんで、でまずはトヨタの方からですね。もう5月中旬過ぎてきて、まあ、コロナ感染とか世界的な半導体不足の影響で、まあ、全体的に車メーカーですね、納期の方は遅れている状態で、でアクア5月13日時点が最新の納期として判明していて、5月から6ヶ月アルファードも結構納期がかかって半年程度で、ベルファイアもまあ一緒ですね。まあ最近先週ですか、一部改良プラス特別使用車の追加があって、でボクシー、ガソリンが5ヶ月でハイビットは6ヶ月って書いてますけどね、実際はガソリンでも半年、ハイビットに関しては1年近く納期がかかっている状況ですね。でカムリは分からず、カローラも分からず、セダンも分からず、もうすぐですね改良挟むんで、でカローラクロス、ガソリン車3、4ヶ月、ハイブリッド車半年。でカロスポは早めで2、3ヶ月。ハイブリッドは分かんないですね。ツーリングとか、まあ、ここら辺も、改良挟みますからね。フィールダーもそのままだと思うんですけどね。で、クラウンも、改良挟んで、まあ、フルモデルチェンジ間近って言われてますけど。で、グランエースは早くて2、3ヶ月。コペン GR 3、4ヶ月。シエンタはもうすぐフルモデルチェンジ控えてて、でスープラも改良かなんかありますよね。でノアに関してもガソリン車5ヶ月ハビット半年以上って記載されてますけどね、ノアに関しては、まあ、ボクシーよりは若干早めの納期で、それでもガソリン車でも半年、ハビットでも1年近く納期がかかるっていう情報です。でハイエース版2、3ヶ月ワゴン2、3ヶ月ハイラックス半年以上かかるんですね。パッソも改良とか挟んで、ハリアも改良挟んで、ピクシス関係スルーして、でプリウスも改良挟んで、来年ぐらいにですねフルモデルチェンジを控えていて、でヤリスクロスも改良挟むんですけど、ヤリスはガソリン車4ヶ月5ヶ月ハビトが納期入って珍しいんですけどね、3、4ヶ月で、まあ、ヤリスクロスも半年以上、ライズは使用開発、まあターボも NA も E スマートハイビットの方ですね。ランクルプラード結構変わって半年以上、ルーミー1、2ヶ月早いですね、人気車なんですけどね。ルーミーも今年中に、今年の冬ぐらいですね、フルモデルチェンジ予定で、 CHR 早め3ヶ月、まあトヨタちょっと納期かかりますよね、他メーカーと比べたら。 GR865、6ヶ月。な、海外の方を優先しているという情報もありますからね。GR ヤイツ。で、未来は3ヶ月。ラブ4は分からず、もうすぐ改良挟んで。で、続けて、ホンダの方ですね。で、ホンダの場合もコロナウイルス感染とか半導体不足。で、トヨタの方には抱えてなかったんですけどね。不安定な海外情勢。でまあ、ウクライナとかロシアの方ですかね。で生産影響を生じている車種、ベゼル N シリーズ、シャトル、フィット、フリード、CRV、シビックインサイト、もうほとんどですよね。まあステップワゴンは含まれてないみたいなんですけどね。で稼働率、数価製作所4月は5割だったのが8割まで回復して、埼玉製作所料理の方4月7割、先々週までは10割って聞いてたのがまさか減産するんですね、5月8割になって、まあ小型車を中心に数家製作所の方生産していて、でミドルクラス以上は埼玉の方ですね。で車種、ホンダ早いですからね、納期アコード1ヶ月、実際1ヶ月かかんないみたいですけどね、インサイトもシビックも。
インサイト1回ずつ、シビック 1.5 リッターのガソリンターボ、6月末、7月の初め、EHEV ですね、追加して、まあ、それでも、2、3ヶ月ぐらいで納期、納車されるんじゃないですかね。まあ、売れたらいいですけどね、EHEV。インサイトとかアカオードがそんなに売れてないんで、シビックに2モーター積んだところでという話もありますからね。とうとうデッセイ。もう生産してないですね。ステップワゴン、ガソリン車5回つ、EHEV 半年以上。まあ、これは本当にこの通りみたいで、まあ、エアーより、スパーダの方が若干納期がかかるみたいですね。なぜか新型ボクシーのアより、ステップワゴンの方が納期が早いみたいで、で、フリードはかなり早い。フリードプラス合わせて、ガソリンはハイビット1ヶ月ですからね。1ヶ月の納期。で、CRV。ガソリンも EHEV も3ヶ月程度で、もう時期型の CRV の後継者の情報も入ってきてますし、やっぱり今年中で生産終了するんでしょうね。インサイトシャトル CRV は。ベゼル、ガソリン車5ヶ月以上、EHEV 半年以上、X と Z が半年以上で、プレイに関しては、オーダーストップ。ホンダ E2 ヶ月。ガソリン車シャトル3ヶ月。ハビット4ヶ月程度。フィットはガソリンも EHEV も4ヶ月程度で。で、N シリーズ。N1 が3ヶ月。N ボックスが5ヶ月かかるんですね。で、N ワゴン。4ヶ月程度で。マイナーチェンジ後のデザインとかも出てきてますよね。で、N 版が何ヶ月ってことは、ホンダ車の中で一番納期かかるんですね。まあ、ホンダのバイクこんな感じで。日産のバイクって納期の記載されてるページがなかったんですけどね。2、3ヶ月に比べたセーナ E パワーとかセーナ、まあ、標準仕様の方に関しても納期は若干伸びてきてるみたいで、 E パワーのハイウエスターでだいたい3、4ヶ月くらいの納期って聞いてます。それも結構値引きが渋いみたいなんですよね。 E パワー発売して結構期間が経つんですけどね、それでも値引きが渋いみたいで、もうそういうこと考えたら一番納期が早いステップワゴンがいいように感じますけどね。まあ、この記載されている通りか、まあ、これは若干納期かかる程度で、まあ、6ヶ月から7ヶ月。まあ、スパーダの EHV だったら結構かかるかもしれないですけどね。8ヶ月か9ヶ月ぐらい。で、ボクシーとはノアのガソリン車で半年で、で、ハイビットだと1年近くかかるっていう情報なんで、まあ、そういうこと考えたらステップワゴンですね。新型ステップワゴン。5月下旬に発売しますけど、まあ、一番おすすめかなって思いますね。はい、今回新型ボクシー、新型ノア、新型ステップワゴン、新型セーナ、国産メーカーのミドルミニバンの納期について紹介しました。